マッチ棒パズルのレーズからマッチを5本取り除いて正方形を3個にする。マッチ棒パズルはマッチ棒を使ったパズルである。特には水平思考が求められる。マッチ棒は1本の直線の代用品としてのみ考えられ爪楊枝や鉛筆など硬い材質でできた均等な長さの棒状であるという点でマッチと共通するもの。さらにはマッチ棒をかたどった模型や絵を、 マッチ棒の代用として使っても大半の問題は成立する。しかし、マッチ棒の特性を利用した問題も稀に見られる。必要となるのはマッチ棒のみであるため、パズルとしては手軽かつ古典的なものである。マッチ棒パズルの問題は通常、最初の形を表す図と制約条件及び最終的な目的を示した文章で構成される。マッチ棒本でを作れなど、 制約条件と目的のみが示される場合もある。制約条件として記されるのは、触れることのできるマッチの本数と、それをどう動かすかのみであることが多いが、特に指示がない限り、原則として、以下のような暗黙の制約条件がある。以上の暗黙の制約条件は、回答が出題者の意図から逸脱するのを防いでいる。特に、オルについては、 マッチの本数が増えることで回答が容易になることがあるため明示される場合も多い。ただし必ずしも絶対的なものではなく、問題によってはマッチであることを利用した回答や三次元的な回答、それ以外にも多分にトンチの効いた回答を求めるなど、マッチパズルならではの状況もしばしば見られる。式を正しくする問題の例、上下ともに一本動かして正しい式にする。 出題される問題にはいくつかのパターンがある。図形に関する問題マッチ棒で作られた図形を変形するタイプの問題で、さらにいくつかの種類に分けられる。指定された図形を規定個数作る。提示された図形を分割する。図形を変形して指定された面積にする。1で指定される図形には、正方形や正三角形といった単純な形が使われることが多い。 3のように面積が絡む問題では、3辺が3、4、5になる直角三角形もよく用いられる。数字に関する問題正しくない式が与えられ、規定された操作により式を正しくする。数字は主にデジタル数字が用いられる。イコールを含む式の場合、イコールの上に他の任意の1本を交差させとすれば、形式上は成立することとなるが、 暗黙のうちに禁止となっている。そのたずけや数字の問題ほど多くはないが並べ替えて言葉を作る問題や動物や建物などを変形する問題も出題される。ありがとうございます。